サキット・ママドブは、アゼルバイジャン共和国の名誉アーティスト、ユネスコ芸術家協会の会員、教授。サキット・ママドブは1958年8月5日、アゼルバイジャンのネフチャラー市で生まれた。1978年ではアゼルバイジャン美術学校、アジム・アジム・ゼイドを、誘卒した。1978から1980年には、兵役に服した。 1981年のレニングラードのイリア・レーピン、美術アカデミーの絵画学部に入学し、1987年で優秀な成績で卒業した。サキット・ママドブは30年以上の画家として活動を続け、世界で最も有名な美術展示ホールやギャラリーで展示している。サキット・ママドブは1988年より、アゼルバイジャンアーティストユニオンの会員、ロシア語と トルコ語を話せる。結婚し、子供3人と孫が3人いる。長男ニザールママドブ、次男ジェイサーママドブと、娘アイヌルママドバーも、画家として、活動をしている。現在は、サキットママドブの芸術作品は、世界の有名な美術館やギャラリーで展示され、またコレクターたちの一番取得したい作品の一つです。サキット誌に成功するため何をすれば良いですかと、聞かれれば、 努力が必要です。画家は、最初に白黒、その後色をつけて、芸術作品を仕上げていきますと答えます。確かに、記念の写真、ゲーム、トレーニング、占い師、誕生日、レニングラードの思い出、イスタンブール、祭り、結婚式、メトロ、13番のバス、アマチュアなどの作品を見ると見事な色のつけ方であり、見る人に感動を与えます。 サキット氏の作品に描かれている時代や場所を何かと関連することはとても難しいです。それは彼が自分の中にある世界の時代を表しているからです。彼はインタビューで人間はどのようにこの世に生まれてきてますか作品も同じく生まれてます。白いカンバスに色をつけて作品が出てくる考えだけで作品を作れない意識や考えることが大事です。 人間は自然に生まれてくる前に母親のお腹にいるとき完全に成長してくる体の部分は耳です。それは情報を早く得,得するためである。作品も同じように生まれます。アーティストが描きたいものをよく見て考えて常にそれを思い描きますと言いました。サキット氏は自分の作品の中でイメージした人たちは何を考えているか。 誰でもわかるように描かれています。例えば、アダムとイブの絵では、この世に初めて来た人たちを表現し、彼らの無邪気で純粋な気持ちを描いています。その気持ちは作品を見る観客に伝われ、無意識で喜んだり笑顔になっています。この作品では、悪魔や体の部分を隠す葉っぱなどを一切表してなく、自ら感じたアダムとイブの純粋な姿が描かれています。 作品について先っ端を伺うと次のように述べてます。私はアダムとイブを若い世の中を知らない純粋な人たちを思いおへそもないようにひさしがいた。それはあれらは一般の人間と違うからです。また純粋な彼らを守るため二つの星も空に描きました。色に関しては最初の人間は土から生まれてきている考え方により 彼らの体を土の色で描いてます。ロシアの有名な評論家、アンドリー・バージェノブは、サキット氏の作品に感動し、彼の作品は、ルネサンスの芸術家と同じ印象を残してますと、述べてました。オパーリズムは、サキット氏が新しく作った絵のスタイルです。オパリズムの言葉の由来は、オパール宝石から来てます。ギリシャ語できらめく、 ラテン語では見事なサンスクリット語で宝石の意味です。若い頃からこの宝石の暖かい色の組み合わせはサキッド氏の憧れの色でした。その暖かい色の組み合わせは女性の飾りや服、ヘッドドレスなどほとんどの作品に見られます。オーパルの色はサキッド氏の作品で新しい形で現れて美しく輝く色だけではなくヒーリング効果も感じられます。 この新しいスタイルはサキット氏の弟子たちもよく使われています。近い将来このスタイルはもっと世界に広がっていくようになることに間違いがありません。1987年から今までさキットの作品は世界の様々な国で展示された。アゼルバイジャン、トルコ、ロシア、ベラルーシ、スウェーデン、ウクライナ、ドイツ、フランス、オーストリア、イタリア、ベルギー、 イギリス、エジルト、中国、オーストラリア、スコットランド、グルジア、タタルスタン共和国、シンガポール、ポルトガルなど、アワードサキット・ママドブの個人美術館では170枚以上の作品が展示されている。歌手ー・ライ・ライオネの、祖父という曲もこの美術館で撮影された。ありがとうございます。